はい、松江錦鯉センターさん、ドイツ産系メスです。産系の子ですね、ドイツ産系の子。まあ、炭はここの辺に、あとここの辺にあるんですが、これ大体は親鯉候補でずっと残していた、まあ、あと2匹いるんですけど、そのうちの1匹ですね。いつかあのドイツをもう一回やろうかなと思って残していました。なので、はい、全て皮の鯉です。鱗もないつるっとしたやつを残していたので、はい、全部皮ですね。はい、尾ひれとかも綺麗だし、はい、ここも綺麗に伸びています。はい、まあメスなんで、もう今卵を持ってますね。これ、明け4歳になります。明け4歳、現時点で、まあ、3歳ということですね。はい、じゃあ横から見てみましょう。ほい、はい、野池に1回も入ったことないです。叩きにずっといたものなので、このサイズですが、はい、卵とか十分持ってますね。生産者の方で、メス親ですぐ使うよっていう方は、はい、いい卵を抱いたメスが泳いでおります。ちょっといつもよりも長めに取ってます。まあ、大体ドイツってね、手先が丸かったり、尾ひれがヒュッて巻いたりするもんですけど、こういうのいいところはしっかり押さえています。重要なポイントは押さえていますよ。